どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回はもう今日ギリギリなんですけど、エレナの試練のステージ20の方で、私前回まあ動画上げたんですけど、おっとっと、この編成でちょっとゴリ押ししてるんですよね。で、神話レイチェルがまあ50なんで、まあ多分40とかあるとまあクリアできると思うんですけど、まあ神話レイチェルが育ってない方に向けて、ちょっと別の編成を考えてきたんで、で、範囲攻撃でリンさん使ってたんですけど、まあ、満月をつければ、範囲攻撃でザコを倒せるということで、この編成を組みました。で、神話レイチェルさん育ってない方でも、まあ、いける可能性あるかなと思ったんで、試してもらうといいんじゃないかなと思います。で、あと、まあ、装備の方はこんな感じになってますね。まあ、デロンズさんに満月を3セット。つけてる感じです。で、あとここですね、ポイントとしてはやっぱこの宝石は結構ポイントがありますよね。敵がルディさんということで防御型なんで、まあ攻撃、あ、つけてねえな宝石この例えばこういう防御型に対する効果が及ぶものですね。防御型キャラ攻撃時に 100% の確率で15秒間自分のネガティブバフ持続時間が 30% 上昇、究極技ゲージが 15% 上昇とか、あと防御型をキャラを5回攻撃時に 100% の確率で全てのアクティブスキルクールタイムリセット15秒間、攻撃速度及び移動速度が 10% 上昇とかで、あとこういうやつがいいですよね、結構。審判のサファイア。防御型キャラ攻撃時に、60% の確率で15秒間、対象の防御力が 30% 減少。こういった、防御型に特化した、宝石をつけていくと、だいぶ、クリアがしやすくなるんじゃないかなと思います。うん、というわけで、動画の方を流したいと思います。まあやっぱり神話レイチェルいるとだいぶ楽だと思うんですけど、まあいない方も、一応トライしてもらうといいんじゃないかなと思います。というわけで、今回は動画流して終わりたいと思います。で、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。守り抜いてみせる私の意志です。